今日はいろんなものをルーしますわ。ルーっていうのは醤油を主にし、香辛料や漢方薬と一緒に長時間煮る料理法ですわ。今回用意した主な食材は3つ。1つ目は台湾でよく見かける菜食食材、小麦粉でできた麺鳥ですわ。そして三層肉、いわゆる豚バラ肉ですわ。最後は卵、先に煮たり蒸したりしてから冷ましましょう。卵が2種類あるのはたまたま、特に意味はないですわ。下処理ですわ。豚バラ肉は2、3センチくらいの厚みに切りましょう。今回はおかずにするつもりですから、一口大にしましたが、ご飯にのせる主役にしたいならば、もっと大きく切ってもいいですわ。麺鳥も同じく一口大にしましょう。ただし麺鳥には包丁を使ってはいけません。手でちぎる方が歯ごたえありますわ。不揃いな断面にも味付けが絡みやすいですわ。下処理し終えた豚バラ肉と麺鳥ですわ。取れなかった蒸し卵も出来上がりましたわ。続いては豚バラ肉と麺鳥を揚げますわ。油を入れなくて、先に豚バラ肉を揚げてから、出てきたラードで麺鳥を揚げてもいいですが、鍋にくっつくのを避けたいため、少々入れましたわ。結局くっついてしまいましたわ。見た目が金色になったらすくい上げて、長時間煮詰められる容器に入れましょう。深い亀を用意しましたわ。麺鳥も同じように、金色になるまで揚げて、容器に入れましょう。そして卵、殻を剥いて入れましょう。あとは干し豆腐や大根とか、他に食べたい崩れにくい食材があったら、一緒に投入しましょう。そしてルーバウという香辛料と漢方薬のパックを用意しますわ。なくても別々で八角、ウイキョウ、花椒、日系、長香を買った家ですわ。パックだけなら八角の匂いが足りないため、追い八角も用意しましたわ。そしてお茶碗1杯分の醤油、砂糖少々と食材をちょうど超えた水を入れて中火で加熱しましょう。砂糖を入れるのは色付けのため、氷砂糖やコーラがもっと効果的面なんですが、家にないですわ。沸騰したら弱火にし、蓋をして 2、3 時間煮ましょう。強火で加熱しない理由は、初めから温度の上昇が早すぎると調味料は食材に染みにくく、肉も柔らかくなりにくいと言われていますわ。たまに食材の色や汁の味を確認し、調味料を追加するかどうかを決めて、パックと八角は匂いのお好み次第すくい出しましょう。こうやって大量にルーしておきたら、しばらくおかずに悩まされないはずですわ。はい、ルー物1食分ですわ。すべての食材がキラキラな茶色に染められ、噛む必要がないほど柔らかくなった豚バラ肉の角に、口の中で汁爆発を起こす麺鳥、歯を弾けるほどの弾力を身にまとった煮卵、これぞ台湾式ルーものですわ。こういう基本中の基本が成功できたら、次は紹興酒、茶葉など味変の試し買いがいろいろありますわ。ちなみに食べ終わった後、汁をそのまま新しい食材をルーしたり、ビーフン炒めにしたりしても美味しいですわ。継ぎ足しで何年も再利用し続ける人もいますけど、頻繁に沸騰させる必要があるため、見せてなければ汁の長期保存はおすすめしないですわ。今回はここまで。ごきげんよう。